地震で大きな被害を受けた輪島市の保育園では、市内の保育施設を利用している園児を対象に、今日から一時預かりが再開しました。おはようやって。おはようございます。輪島市内の11の保育施設は昨日まですべて休園となっていましたが、今日から河合保育園のみで市内の保育施設に通う園児を無料で預かるサービスが始まりました。昼食やおやつ、おむつなどは支援物資から提供されます。ライフライン関係の仕事をしていて、ちょっとどうしても私が働かないといけないので、保育の場っていうのはすごく求めていたことなので、ちょっと子供たちには大変かもしれないですけど、子供たちも頑張る分私も仕事頑張っていきたいと思います。元気に登園してくれて嬉しく思っております。二次避難ができなくて輪島市の復興のために働いている保護者の方のお子様だと思っているので、受けることは当たり前のことだと思っているので、精一杯やらせていただきたいと思っております。園児の中には慣れない保育園への戸惑いも見られましたが、今日は15人が登園しました。